医者さんのお仕事を体験するよ。つくも先生お願いします。はい、お医者さんといえばやっぱり手術。この練習から始めるわ。手術失敗。ナイサーン。ってグモリもやるんだよ。あ、そっか。ちゃんとやり方を教えるから大丈夫よ。まずはこれで練習してみましょう。はじめにこうやってお腹を開いてっと。わー、やっぱり僕には無理だ。よし、これで準備は終わりだね。まだ何もやってないでしょ。私失敗しないので。ちゃんと練習しなさい。はい、まずはお腹をパッカーンで、うまく切れない。ザクザクザク。あ、クモリン切りすぎよ。もっと優しくやらないと。優しく優しくっと。あ、できた。僕も頑張らなくちゃ。つくも、これは何？これは肋骨って言ってね、心臓や肺を守っている大切な骨よ。あまり見た目が好きじゃない。タンタンタタタン。あ、クモリン勝手にやったらダメよ。恐竜バスターズ出動だ。壊しちゃったよ。僕まだ練習してないのに。ああ、やっぱりお医者さんにはなれないのかな。大丈夫よ。ちょっと見てて。まずはティッシュの空き箱を用意して、ここをハサミで切る。チョキチョキチョキ金直金庫。あとはここに顔を描いて中に紙を詰めれば。あー、僕だ。よーし、これで練習ができるぞ。まずはお腹を開いてと。これが肋骨だね。あ、見て見て、こんなところにハートがあるよ。可愛いからお部屋に飾ってもいい？ダメよ、クモリン。それは心臓よ。心臓があるから、みんな生きていられるのよ。僕たちは、心臓に生かされているんだね。大事なものなんですな。クモリン、ダメでしょ。あ、先生、このバナナは、体のどこに行くの？いい質問ね。食べたバナナは、この胃袋という部分に入るの。中には、食べ物を溶かす特別なお水が入っていてね、バナナは溶けて小さくなっていくのよ。これはバナナ以外の食べ物も同じよ。胃のおかげで僕たちは食べ物を食べられるんだね。じゃあどれだけバナナを食べても大丈夫だね。何でも食べ過ぎは良くないわよ。あ、なんかグニャグニャしたものがある。ちょっと見てみよっか。これは腸って言ってね、胃袋で小さくなった食べ物が運ばれるところよ。普段はぐにゃぐにゃしているからわからないけど、伸ばすとすごーく長いのよ。みんなのお腹にもパパやママの身長よりも長い腸が入っているのよ。超長いってことに。ダジャレかい。どうしたの？つくも、つくも。どうしよう。僕たちで手術をしよう。応援してくれるお友達はグッドボタン。それでは手術を始めます。グモリン助手メス。僕はオスだよ。違う、メスは手術道具のこと。あ、そっか。はい、まずはお腹を開いて。どこが悪いんだろう。練習と全然違う。どうしよう。みんなはどこが悪いかわかった？お友達のみんな、ありがとう。本当だ。ここの色がおかしいね。確か、これは胃袋だね。開けてみよう。優しく優しく。ああ、何これ。これはさつまいもだ。しかもこんなにたくさん。
知ったら。さつまいもの食べ過ぎだよ。いやだ、恥ずかしい。食べ過ぎは良くないんだよね。くもりなんてに。くもり、しばらくバナナは抜きだね。そうだ、そんなバナナ。みんな、サンサンだよ。やっほー、僕もいいのよ。痛い痛い、早く治してくれよ。じゃ
ゃあこの聴診器でお腹の音を聞いてみるね。耳を澄まして、あれ、この音は。ああ、そういえばお腹が減って太鼓を食べたような。太鼓を食べた？お腹が減って仕方なかったんだよ。食べ物以外を食べると喉に詰まったりお腹の中を傷つけたりするんだよ。恐竜さんは太鼓を食べたからお腹が痛かったんだね。お薬を飲んで早く良くなってね。ありがとう。これからは食べ物以外を食べないように気をつけるよ。恐竜さん早く良くなるといいね。最後の患者さんは赤鬼さん、お待たせしました。たっ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 たいった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 赤鬼さん、いったったって、助けてくれ。一体どこが痛むの？全部だ、全部、全然全部だ。全然全部？だったらレントゲンを撮ってみよう。それでは赤鬼さん、レントゲン室にお入りください。てててて、早く直してくれ。撮りますよ。3、2、1。ふむふむ、これは骨折してますね。骨折、通りで痛いわけだ。それじゃあ体を切って新しい骨に入れ替えましょう。新しい骨？クマリン、そんなことしなくても正しく固定すれば骨はくっつくんだよ。そうなの？骨ってすごいんだね。まず折れている部分を固定して。タタタタタタ、赤鬼さんが暴れて包帯が負けないよ。僕たちだけじゃうまく負けないな。お友達のみんな、グッドボタンを押して包帯を巻くのを手伝ってほしいんだ。優しく丁寧にぐる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 。あ、痛くなくなってきたぞ。ちゃんと固定されたから痛くなくなったんだよ。みんなも手伝ってくれてありがとう。助かった助かった。どうなることかと思ってんぞ。でもどうして骨折したんだろう。ああ、それはさっき道を歩いていたらバナナの皮に滑って転んでしまって。バナナの皮？ああ、バナナの皮だ。もしかして僕が朝食べてたバナナ？くもりん、ごめんなさい。また誰かが滑って転ばないように早く拾いに行こうよ。あ、あった、早く拾わなきゃ。あ、今ポキって聞こえたような。
んなさい。お掃除とお洗濯してから朝ごはんを作っていたらクラクラしてきちゃって。顔が真っ赤っかだよ。どうしよう。クモリン、僕たちがママのお医者さんになってママを助けてあげよう。うん、うん、みんなママを助けられるようにグッドボタンで応援して。よし、変身。すごい汗をかいてる。こういう時は。まずはどうすればいいの。クモリン落ち着いて。クモリン汗だくじゃん。喉乾いた。それだ。お水。汗をかいたらその分水分を取らないと。水飲める？うん、ありがとう。お熱はどうですかね。わかりますよ。で、ママ暑いよ。大丈夫？さっきからこの部屋も暑いような。お部屋を涼しくしたらよくなるかな。でも、どうすれば。みんなも力を貸して。気をつけてあげればいいんだね。もっと涼しくならないかな。うちわでも仰いであげるね。せんやせんやせんや。くもりん、もっとゆっくりで。せんやせんや。ありがとね。風を入れてみよう。おー、気持ちいいですな。よし、僕も何かできるかな。熱を下げるには、そうだ、氷水。僕が風邪の時にママがやってくれたよね。ママ、よくなってね。涼しくなってきたわ。二人のおかげで少しずつ良くなってきたわ。倒れてたからびっくりしたんだよ。本当に助かったわ。もしかしたら私、熱中症になってたのかもしれないわ。熱中症？あ、僕聞いたことある。でも外にいる時になるんじゃ。二人は私にお水を飲ませてくれたり、お部屋を涼しくしてくれたでしょ。お家のことでバタバタしてたから水分を取るのも忘れちゃったり、部屋が暑いのに気づかなかったのね。それでお家の中でも熱中症になっちゃったんだ。でも二人のお医者さんのおかげで元気になれたわ。さあ、ご飯の支度の続きを。ああ、ダメダメ。患者さんはまだ休んでてください。今度は僕たちもママのお手伝いするからね。二人とも任せなさい。ゆっくりしてて。みんなも熱中症にならないためにこまめにちゃんと水分をとってね。暑い時は部屋を涼しくしよう。換気も忘れずに。外にいる時は日陰や涼しいところでこまめに休もうね。僕たちとのお約束だよ。水分をとったり休んでも治らない時はすぐ病院へ向かいましょう。やっほー、サンサンだよ。クモリンでーす。保育器に入れてお世話しよう。何それ。保育器はママのお腹の中と同じ環境でお世話をするお部屋だよ。なるほどね。こうやって、さあ赤ちゃんカモン。それじゃあ中が見えないじゃん。あ、ほんとだ。これとかどう。あ、クリアファイルだね。クリアファイルの底をハサミで切って、チョッキーン。組み立てたら、あれ、整い。そうだ、透明な下敷きを
置いてみよう。ナイスアイデア。こうやってクリアファイルを開いて下敷きを置けば保育器の完成。くもりん天才です。って穴が開いてないからお世話できないじゃん。なんてこった。カッターで穴を開けよう。カッターはお家の人と一緒に使おう。くもりん何するの。そうだ、ハサミで穴を開けてから組み立て直そう。これでどうだ。これなら保育器の中の赤ちゃんをお世話できるね。いいね、早く赤ちゃんのお世話したい。サンサンがいっぱい。僕たちの探し絵本が出たよ。下の概要欄からゲット。保育器に入れましょう。ふう、これで一安心ですね。ご本では見ていきましょう。まずは心臓を見るために心電図が必要ですね。はい、段ボールに心電図とボタンを置いてカッターで切り取れば完成。身近なもので簡単に作れちゃいますね。心臓に異常はなしです。どうしたんだ。ボタンを押してみましょう。ポチッとな。赤ちゃんが泣き止みました。お部屋の温度も変えられるリモコンですから。よし、あとはこのライトで異常がないか調べましょう。ふむふむ、おへそも耳も異常なし。先生、無事終了ですね。これからも元気に育ってね。今日は保育器も作れたし、お医者さんごっこもできたね。みんなも作ったものを僕たちに見せて。動画で紹介してほしい子は LINE に写真を送ってね。 Twitter、Instaにもあげてくれたら嬉しいな。このバナナを食べて大きく育つんだよ。いや、食べられるかい。そうだ、そんなバナナ。やっほー、サンサン医者です。今日もいろんな人を助けるぞ。そういえばクモリン女子はどこ行ったんだ。ポテチにメロンソーダ。最高最高。クモリン女子です。ゴミ箱はどこかな。ないからここに捨てちゃい。あれ、誰の声。痛いよ。いやー、サメさんだ。お腹が痛い、助けてくれ。これを使ってみよう。
ゴミが取れるといいけど。わっ、何か引っかかった。三歳者引っ張り、おいしょー、取れた。ミール袋だ。サメさん、お腹の調子はどうですか。まだチクチクするな。よし、じゃあもう一回。ちゃんと捨てる。ビニール袋じゃなくてエコバッグを使う。ゴミ拾いを積極的にする。できることから少しずつやってくれると海もきれいだし僕たちも長生きできるんだよ。じゃあ僕さっき捨てたゴミ拾ってこなきゃ。ああ、クモリン助手待ってよ。サメさん、大切なことを教えてくれてありがとう。またどこかで会いましょう。みんなもゴミはなるべく出さないように。ゴミ拾いは積極的にやってくれると助かるな。ゴミ拾い、ゴミ拾い。クモリン助手。あ、サンサン社、見て見て、こんなゴミが落ちてたよ。ほんとだ。よし、白衣を脱いで今度は町のお掃除屋さんだ。マクマ、マクマ、そうだ、生き物たちを守ろうね。クモリン、サンサン、かくれんぼしよう。いいよ。じゃあサンサンが鬼ね。勝手に始めないでよ。まくれろ。あいて。見せて。うん、血は大したことなさそうだけど。じゃあ大丈夫かな。いや、そのままだといけないよ。クモリン、ちょっと待ってて。サンサン、どうするの。こんな時は僕、お医者さんさんの出番だね。擦り傷でも放っておいたらそこからバイ菌が入ってなかなか治らないんだ。だからまずは傷口をお水でよく洗うよ。痛いけど我慢。そしたらお次は消毒だよ。しみる。最後は絆創膏を貼ろう。これで完璧。ありがとう、お医者さんさん。応急手当てをしても怪我がなかなか治らなければ病院に行こうね。はーい。チョコおいしい。クモリン、落ち着いて。お医者さんさん、鼻血が出たらまずは垂れないようにしっかりつまんで。はい。そしたら出血が増えないように椅子に座ってじっとおとなしくしていよう。上を向いてれば垂れないんじゃない。ダメだよ、上を向いたら口に血が入って気持ちが悪くなっちゃうよ。そうなのか。代わりに目と目の間を冷やすと止まりやすいよ。冷たい。そ
それでも全然止まらないようなら病院へ行こうね。わかりました。おいしそうなスープ。小さめの段ボールを用意して片側を組み立てて3点をテープで留めてね。ほいほいほい。こっち側はここだけ留めるわよ。ペタリンコ。次に定規でこことここに線をつけて、ここからはカッターでピーッと切っていくわ。くもりん天才です。これで本当にできるのかな。私失敗しないので、あとはこの画用紙を貼っていくわ。ペタ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 。だいぶ救急車っぽくなってきた。これだけじゃ寂しいから、うさぎさんの絵を描いてポン。ここに紙コップを置いたら救急車の完成。でもここが開きっぱなしだよ。そんなの気にしない。そうだ、ここをこうしてこうすればちゃんと救急車になった。あれ、でも病院は。これを使うといいわ。これを中に入れて、これもつけたら、じゃじゃーん！病院付き救急車の完成よ。すごーい！このベッドで診察できるんだね。作ってみたいと思った子はグッドボタン。赤ちゃんが泣いてる。あっちだ、行ってみよう。大変だ、すぐにベッドに寝かせよう。どこが悪いのかな。これで心臓の音を聞いてみよう。ここは大丈夫そうだね。お熱測ります。さあ、何度かな。熱はないか。ってくもりん、自分の熱測ってんじゃん。もう貸して。はい、お熱測りますね。赤ちゃんの体温は。大変だ、熱がある。すぐに冷まさないと。熱冷まシート、ペタリンコ。くもりんナイス。くもりん
んと熱さまシートを乗っけてと。熱が下がった。これで一安心。あれ、まだどこか悪いのかな。クモリンを思い出してみて。子守歌を歌ってバナナの皮を乗っけて。まだやってない治療があるはずよ。みんなはどれかわかるかしら。写真を送ってね。ツイッター、インスタにもあげて。